こんにちは、はすみです。本日は実家に帰らせていただきますということで、私の実家は岩手にありまして、埼玉県から岩手まで約400キロほど帰省の際には走る形になります。そこで高速道路を普段あまり利用していない方、私自身1年ぶりぐらいですかね、高速道路利用するのが、でも年間通して毎年毎年規制はしておりますので、高速道路に乗る際ですね、確認しておいていただきたい5項目プラスちょっとおまけということで、高速道路に乗る際にチェックしておきたい項目、そのお話をしていきたいと思います。それでは早速、私が高速道路を利用する際、特に長距離ですね、気にしている5項目。まず1つ目が三角停止板。こちら、車の免許を取る際、教習所で教わったかと思うのですが、高速道路に乗る際は三角停止板、こちらを車に積んでおく必要があります。改めて調べて分かったこととして、車はもちろんのこと、バイクも積んでおかないといけないということを最近知りました。それで三角停止板、結構大きいので、どこに置いてるのっていう話になるのですが、私はラゲッジスペースの、小さい小物入れ、そちらの方に入れております。たまたま私が購入した三角停止板、こちらの方がここに、ぴったりサイズだったんですよね。メーカー名は、ちょっと概要欄と、あとは動画のどこかにちょっと掲載しておくのですが、こちら何でもここに入るっていうものではなくて、多分この商品がぴったりサイズだったような形になります。こちら、事故を起こした際に後方車両に事故の発生を知らせるための三角停止板となっております。高速道路に乗る際は必ずこちら、車の中に置いておくようにしましょう。それでは続いてフロントガラス。こちら、長距離移動する際には結構雨に降られることが多いんですよね。私、雨男と呼ばれるぐらい、実家に帰るたびに雨が降ってしまってるんですけど、高速道路上、結構雨って簡単に飛んでってくれるのですが、やっぱり、ワイパーをつけずとも、雨が飛んでってくれると嬉しいので、長距離高速道路で移動する際には必ずフロントガラスをしっかりきれいにして、撥水剤も塗ってから帰省するようにしております。ちなみに皆様は高速道路、乗られる際は日中もしくは夜間、どちらを選ばれるでしょうか。私は昼と夜選べる際には必ず夜帰るようにしております。日中ですと、結構とんでもない運転する車と遭遇したりすることがあるので、私はなるべく夜に帰るようにしております。それでは続いて、これから3項目、タイヤに関するお話になるのですが、まずはタイヤ表面の釘の刺さりや、パンクですね。こちら、タイヤなどに、釘などが刺さってて、パンクなどしたら大変ですし、異物など、そういったものが挟まっておりますと、異音の原因にもなりますので、なるべく私は長距離高速道路を運転する前にはタイヤに異物が挟まってないか確認するようにしております。それでは続いて、タイヤの空気圧。こちら、タイヤの空気圧が適正な空気圧でない場合、高速道路など、高速走行している際にタイヤが熱を持ってバースト、破裂などを起こしてしまうことがあります。正直日頃から、タイヤの空気圧を気にしている方は、それほど気にする必要はないかもしれないのですが、空気圧が低い、そのような状況は避けるようにしましょう。それでは5項目のうち最後、ナットの緩み。私、過去に一度やらかしたことがありまして、埼玉から栃木県、父親の実家ですね、そちらに行ってタイヤ交換をして、帰ってこようとした際に、運転席側のホイール、そちらのナットを締め忘れておりまして、走行中にガタガタしてしまったんですよね。そのまま走り続けてたら高速道路で、タイヤが外れていたなんていう、大事故につながったんですけど、一般道にいるうちに、そのガタつきには気づけまして、父親の実家の方に帰りまして、ナットを締め直しました。その際は、タイヤ交換をしたという明らかな、作業のミスだったんですけど、でトルクレンチなどを利用して、締め増しなどを行っていただく方に関しては、オーバートルク、トルクレンチを使用して締め付けた場合、2回とか3回とかカチカチやると余計な締め付けトルクがかかってしまうっていうのがあるのですが、今後紹介する商品でオーバートルクでの締め付け、そちらを防げる商品を紹介させていただきますので、もしよろしかったらそちらの動画もご覧ください。これで5項目のお話が終わりまして、私はこの5項目はきっちり確認するようにしております。三角停止板に関しては入れっぱなしなので、正直確認してないっていうのもあるんですけど、たまにしか高速道路を乗らないっていう方、忘れてる可能性がありますので、ちょっとその忘れ防止のためにちょっと今回5項目とさせていただきました。それでこれからですね、おまけのお話をしていきたいと思います。このおまけに関しましては利用している方、利用してない方がいらっしゃると思いましたので、おまけといたしました。それでは高速道路に乗るにあたっての、おまけのお話なのですが、まずは ETC カード。こちら ETC カードには有効期限がついております。音声タイプの ETC に関しては有効期限をお知らせしてくれますので、有効期限切れのカードだった場合、万が一使えない場合にはすぐ分かります。で、音声じゃない、電子音だけで知らせてくれるタイプに関しましては、分かりにくい表現となっておりますので、有効期限ですね、高速道路に乗る前に関してはしっかり確認しておくと良いと思います。あと、たまにしか乗らない方、 ETC カードが届いたけど、しまいっぱなしになってたりしないでしょうか。そのしまいっぱなしにしてて、いざ使おうと思った時に、どこに行ったか分からなくなってしまう、そういうことがありますので、皆様 ETC カード届いたらしっかり分かるところに避けておいてあげましょう。そして続いてのおまけのお話、そちらはパンク修理キットですね。そちらの方がしっかり車の方に積んであるか、あとはスペアタイヤなど、そちらの方の空気圧などしっかり入っているか、そちらの方を確認していただけると良いと思います。ちなみに普段純正ホイールを履かれている方はあまり気にする必要がないのですが、スペアタイヤを利用する際には純正のナットが必要となります。車外のホイールを利用されている方はトヨタ純正のナットとは形状が異なりますので、こちら車外ホイールを利用されている方はスペアタイヤとセットでこちら純正のナットを車の中に入れておいていただけると良いと思います。基本的には入れっぱなしなどでメンテナンスって基本的にすることはないと思いますが、ちゃんと積んであるかどうか、特に中古車など購入された方ですね、そういったパンク修理キット、ちゃんとそういったものが入っているかどうか確認していただけると良いと思います。ちなみにパンク修理キットに関しましては実際に使ってみた動画もありますので、もしよろしかったらそちら概要欄の方にリンクがありますので、ぜひご覧ください。それでは本日の動画いかがだったでしょうか。これからお盆の時期、高速道路などを利用して、移動される方も多いと思います。そんな時ですね、こちらの動画の方をご覧いただいて、何か忘れてないか、あとはチェックした方が良い項目はなかったか確認していただけると良いと思います。もしよろしければ、皆様ですね、高速道路に乗られる際、自分はこういうところを気にしてるよとか、こういうものを積んでるよとか、そういったお話がありましたら、ぜひコメント欄の方にご記入ください。それでは本日は最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルでは皆様のお役に立てる動画作りを行っております。こちらのチャンネル気に入っていただいた方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。